来たわね。ん？どうしたんです、ブルマさん。ほら、今度ナメック星に行くじゃない。そのための宇宙船を改装してるんだ。部品が不足してるのよね。はあ、ソン君も入院してて動けないし、だから部品の。なるほど、わかりました、任せて。オッケー、じゃあ頼みたいのは、それじゃよろしくね。
でもなんとか勝てそう。これで大丈夫だよね。ブルマさんに届けに行こう。宇宙船バイバイ。よし、
宇宙船の方はバッチリ完成よ。ごはんくん、出発の準備ができたら教えてね。出発したらしばらく地球に帰れないから、準備はしっかりしておくのよ。は、はい。出発の準備はもう大丈夫？オッケー。それじゃあ私は宇宙船の最終確認をしてカメハウスに向かうわ。ごはんくんは先に行く。ナメック星へ旅立つ準備も整い、いよいよなんだよ、人類が初めて。なるほどね、大変だなお前も。頼んだぞ、絶対にドラゴンボールを見つけてくれ。はい。おじいちゃん、お母さん、カムシン、毎日お手紙出すだよ。それじゃあ出発するわよ、目的地。ブルマたちがナメック星に向けて出発したちょうどその頃、基地に戻り瀕死状態から回復したベジータは、一味のボスであるフリーザの。フリーザはベジータたちが地球で手に入れたドラゴン、すでに精鋭の永遠の命と先を越されたベジータは焦り、すぐにフリーザ。フリーザが不老不死なんかになったら宇宙の終わりだ。そうはさせんぞ。そしてブルマたちが地球を立ち、34日目、ついにブルマたちはナメック星へたどり着いた。やったー、ナメック星到着。ここ僕がピッコロさんに修行してもらったところにちょっと似た。早速ドラゴンボールを探してみるわよ。ほらほら、これ見てよ、反応がやっぱりあったのよ。本当だ、やったやった。ん、クリリさん、アキ、本当だ、やたら強そうな、それにちょっと邪悪な感じの。大丈夫だってば。それにそっちの方向ならレーダーの反応でボールが4つ集まってるところじゃない？そっか、なんだ、ナメック星人たちなんだよ。ビビって損しちゃったな。え？あれ、どこかで見たことが。サイヤ人の宇宙船だ！やっぱり！ごはん、気配を消せ、悟られるぞ。は、はい。ベジータだ、あいつしかいない。フリーザの野郎め、ドラゴンボール絶対に渡さんぞ。ブルマさん、地球にこのことを連絡したら一人だけで帰ってください。俺たちは残ってドラゴンボールを集めてみます。いいな、ゴアン。は、はい。わかったわ、とりあえず亀爺さんにこのことだけ連絡する。地球に帰ったら孫君乗せてまた来てあげるから、往復で2ヶ月ちょっと待っててね。あ、はい、2ヶ月。ん、そんな、ちょっと
またあれが来るわけ？いやいや、聞きたいのはこっちですよ。ありました、フリーザ様。おお、よしよし、これであと3つになりましたね。大切に持ってなさい、ドドリアさん。ベジータが狙ってるらしいですからね。はっ！フリーザ様、たった今ベジータを追ってキュイが到着しました。そうですか、早かったですね。それと少し前に現れた2つの大きなパワー反応は突然消えたままです。反応のあった地点を探らせておりますので、まもなく正体がつかめるでしょう。まあ問題は私に逆らったベジータの始末ですけどね。まったく、この私を差し置いてドラゴンボールを手に入れようなどと考えるとは、見くびられたものです。ベジータであればキュイがそのまま始末に向かうはずです。あの二人は嫌い合っておりましたので、実力はほぼ互角のはずですから、どちらにしてもベジータはただでは済まんでしょう。逃がさんぞベジータ、このキュイ様が片付けてやる。そうだから、孫君たちに伝えて、頼んだ。それじゃあ私は地球に帰るわ。頑張ってね。すぐに孫君を連れて戻ってく。クリリさん、誰？サイヤ人？違う、ベジータじゃない、もっと弱い気だ。この辺りのはずだが。ナメック星人じゃねえみてえだぜ。何者だ？見たかよ、こいつら戦闘力なんぞほとんどねえゴミだぜ。ただの旅行客か。ま、この星にいる奴らは逃げられちゃ楽しみがなくなる。とりあえずあの…よし。運の悪い奴らだぜ。こんな時に…ご飯、木を解放しろ。こいつら大した奴じゃない。やるぞ。はい。こいつらの格好、サイヤ人が着てたのとそっくりだ。太陽拳！ふざけた真似を！なんだ！この戦闘力の数値は！フリーザ様、先ほどの2つのパワー反応、どうやらただものではないようです。また戦闘力…それは妙ですね。ベジータでもなさそうですし。はい、ベジータとは反応が違います。1500です。放っておいてもどうってことはありませんが、今度見つけたら、決してベジータの始末はキュウイさんにでも…聞こえてるか？フリーザ
ザ様の命令だ。これで堂々と貴様を殺せるわけだ。笑わせるな、キュウイ。貴様にこの俺が殺せると思うのか。貴様の目は俺様の戦闘力の方が明らかに上回ってるぜ。ふふふ。